皆様、おはようございます。今日もね、一日元気に頑張りましょう。カズマルクスと申します。本日もですね、マリオカート8デラックスの夜から撮影していきたいと思いますので、よろしくお願いします。1レース目は、ミラーの、スイーツキャニオンということで、さあ今日はですね、ワルイージー花ちゃんカスタムでですね、レート対戦やっていきたいと思いますので、よかったらね、最後まで見ていてください。最速グライダーしっかり出して左ですね、こっちは。いやー前にロイパタいるけどな。はい、ということで、皆さんもしよければ、高評価と、チャンネル登録の方ぜひぜひね、よろしくお願いします。高評価はねほんとシンプルに欲しい、もうシンプルに欲しいね。そんな感じで頑張って走っていきましょうけ。もう安定した最強カスタムだから、まあ頑張ってコイン集めていきましょうけ。ここで9枚にしてショートカットで、まあいるけど赤コーラやぶねえなんか柵みたいな立たせ、今ファイヤー受けて、いやーギリギリねコースが行かなくてよかったな。ジュゲームさんが来るところでしたね。さあ前投げてくれてる僕ミッキーさんとマルマルクスさんが合流してくれてます。さあトゲ来てるね。トゲってこれどういうルート通るっけ。イン付きで通る気がしたんだけど大丈夫かな。真ん中通ってくれるかな。一応ここ交換して OK からのコイン10枚にしていきましょう。ぶつかっちゃうけど大丈夫かな。 OK そしたらスーパーでカバーしていきます。ここもスーパーで溜まって 200cc よりやっぱねここねターボが重要ですね。じゃあジャンプアクション決めて、緑コーラですねここは。あーキノコ持ってるのずるいなそれ。ここでしっかりウルトラ溜めていきます。さあ3周目突入するんですけども、後ろから結構いいアイテム引いてるな。ここバックスナさせていただきますということで、レオンさんあ待ってフレンドさんじゃん、違うっけ。さあここがあの方がね、後ろにいる方がレート2万だった気がするんで、さあ気をつけながら頑張って走っていきましょうか。でここ一応前投げて青ルートに前投げていくと。さあ現在2位ですね。キノコ出たら勝ちだなこれ。キノコ出たら勝ちなんだけどな。コインはね安定してるで、後ろから赤コーラ多分来ないかな。一応投げておきまして、キノコ出た、キノコ出たから勝ったねここは。このキノコ使って、赤コーラでしっかり防御して、うーんあもうマジでウィーニング本当に。いや今ダイパンマジでしようとした。いや本当に今垂れたわいや俺ね本当にあらゆることが、え凌介さんいるけど本物かな。凌介ゲームズさん本物だったらめちゃめちゃ嬉しいな。俺動画凌介さんの動画で映るのかな。レースの続きやっていきましょう。続いてのコースはですね 150cc の、DS プクプクビーチやっていきたいと思います。南国の砂浜、プクプクビーチということで、よろしくお願いします。はい、OK はい、スタートよろしくお願いします。ということでスタートしっかり決めて前出ていきましょうか。ここでしっかりコイン1枚回収してスーパーで解放して、ミニターボ、あーミニターボ溜まって、マジか。パタテンテンになりきっちゃってんだよな。やっぱ花ちゃんも使いこなしていかないとね。でアイテムしっかり1つだけの取っていきましょうけ。そしてコイン使ってバナーすぐつけるよね。でカニの内側通れるのはいいんだけど、さあ丸々くんさん気をつけながらここミニターボ溜めて、なんか前出れたね。でここコインめっちゃ重要だからしっかりここ全部回収していきます。でアイテム取って、いや反射怖いなあれ、屋根をかすんだよなあの反射。あぶねえ、よかった壊れてくれた。ここしっかりスーパー溜めてぴょんぴょん跳ねて、さあジャンプアクション全部決めて、さあ緑コーラ来てるけど大丈夫かな。さあ大丈夫そうですね。でスーパー開放して、ミニターボ開放していきますと、いい感じに走れてるね今日は。そしてここもインつきまして、ダブル防御はこれ貴重だからね、持っておきたいと思いますと。ここたまに人手のねデコボコが浮いちゃうんで、あぶね、いやーカニに消されたんだけどな。そしてトゲも来た。いやーここはカニで軽減しよう。いやーカニがカニに避けられたんだけど、カニに避けられた、あぶね。オッケーオッケーオッケー、ここはアウト膨らんで、いやアウト膨らみすぎてアイテム取れなかった。それ前投げてよ、いやそれ前投げてほしいね。とりあえずイカ来たけど大丈夫かな。アウト膨らんじゃうけど、出し場全部踏んでいきます。オッケー、さあ前投げてくれたね、ありがとうございます。そして反射怖い、うーんなんで壁反射したぞ甲羅が。でアイテムしっかり取ります。ここショートカットしたんだけどな、右ないもんねそんな裏道。いやまた緑持って、また緑持って、また緑持ってます悪い字さんが。そしてダブル防御、ダブルアイテム取れます。ミドさんからすぐ投げてワンチャンサンダー回避狙いたいけど来ないよな。さあここでしっかりターボ開放して引きまして、どうしようかな。ここでアイテム2つ取っていきます。さあファイヤー受けて1個使いまして、いやどうしようかな、ファイヤー避けまして、ここでもう1個使って、いや危ねえファイヤー、うーんもうなんでそこで言うと
レースの続きやっていきたいと思います。続いてのコースはですね、150cc ゲームキューブ、ヨッシーサーキットということで、2万レートの方がですね、抜けてしまったんでね、僕が多分一番高いのかな。まあ、ここはね、頑張って負けないようにね、リードしていく形で走っていきたいと思います。さあ、ヨッシーさんはね、スタダミスってまあ、後ろから上がれるんで全然。まずは、コインじゃなくてアイテム取ります。ヤガゴヤですね。ここで多分インツケ抜けそうやな。抜いて、ただコインが1枚なんで、丸々くさ、ショートカットしてきたね。ここでコイン集まんねえか1枚取って、さあ、ここからですね、ここに1個回収して、ウルトラ溜めて、うん、ぶつかった危ねえ、ちょっとガードレールにぶつかってんな。大丈夫かな。ここでしっかりニスク決めて、いいね。こう1枚回収して、ここも2、3、4枚と回収して、いや、ここ入れ替えしようか。前投げようかなと思ってたんですけど、投げちゃったけど、反射怖かった。大丈夫か。ファイヤーこれ与えられるんじゃないかな。これ多分当たるね。多分当たる。オッケー。ただこれ、うん、スナイプしてくるよね。まあ、でも大丈夫かな、反射は。ちょっと若干怖いんだけどな。大丈夫かな。よし、オッケー。そして裏にコーラ、赤コーラ消して、いいね。ファイヤーボール残しててよかったね。そしてショートカット勢来てるけど、大丈夫か。緑コーラ持ってんのか。なるほど。そしたらここ使って、ウルトラ解放して、溜まってねえけどな。まあ、すぐケツにつけましょう。いいね。悪い字が即つけると。で、トゲ来てんな。マジか。パックンに食われてほしいな。パックン軽減、計画失敗しました。とりあえず、ここでまたコイン回収して、危ねえ反射。とりあえず2つ取れないか。2つは無理か。そして、緑コーラー怖いな。反射神経で、後ろ投げられてもね。あ、やっぱ、クラクションで防げるんですけど、まあ、そんなところでクラクションは使いたくない。で、スーパーで解放しまして、どうしようかな。前投げたね。赤コーラー多分前投げるから、あんまり気にしなくていいと。で、赤コーラーですね、僕も引きました。ショートカットで何人いるかなんですけども、なるほど、2人上がってきた感じですね。ここでしっかりスーパーで解放して、いや、どうしようかな、ここは1個だけ使おうか。いやー、そっち取るか、インツキの方取るか。なるほどね。4チオさんのファイヤー危ね、しっかり避けて、ジャンプ決めて、さあ、赤コーラも不正義で、いいぞいいぞ、今のところいいんだけど、いや、これ2つ取れるかな、取れないか。そしたら後ろからファイヤー引いたな。で、後ろ何引いたか分かんないけど、まあ、多分これは仕留められる。そして、うわー、嘘、いやー、とりあえず4位キープでいいな。4位でキープでいい。いやー、オッケーオッケーオッケー。誰かのウィーニングのおかげで、いやー、誰かのね、すねをかじって的な感じですね。はい、4位なんで、次ね、最終レースにしようかなと思っております。もうね、ちょっと時間的にもね、これ以上動画撮るとうるせえよ、今何やってんだよって怒られそうなんで、近所の方にね、もう迷惑かけないように、次は、ツルツル滑っていきたいと思います。んだほさんが入ってきてくれてますね。19,305、19,335レートの方ですね。フィッシャーズの、メンバーの方が入ってきてくれてます。ということで、最終レースは 150cc の、ネオクッパシティやっていきましょう。あ、じゃあ OK。はい、スタート、よろしくお願いします。ということで、今ね、ラグビーワールドカップの、なんか試合やっててね、日本対、サモア戦ですね。いや、今ね、日本勝ってるんですよね。確か16対、6だっけな。そで10点リードしてるんですけども、さあ、後半がね、ちょっと若干気になるんですよね。後半戦でなんとかね、得点キープしていきたいんですけども、ヨウチョさんのね、そのバナナをね、気をつけながら上がっていきましょう。ということで、ちょっとアウト膨らんじゃったね。ここ絶対2つ取りたいなと。2つしっかり潰しておきまして、緑2つか、緑じゃなくてコーラ2つ出たということで、しっかりここでウルトラ貯めてコインを3枚にしていきましょうか。そしたらミーターボ解放しようか。うわ、ミーターボ溜まなかった。ちょっとこれは減速ですね。で、しっかりここ1回左でジャンプしてからスーパー解放しますと。いや、なんかさ、ラグビーワールドカップやってる時にね、動画撮りたくはなかった、撮りたくはないというか、動画撮らないで見ようかなと思ったんですけど、なんか無性に動画撮りたいなと。夜のテンションで動画をね、撮影してるんですけども、はい、皆さんもそういう時ありませんかね。さあ、ここでインついて、いや、ワンチャンスナイプあるからな、気をつけなきゃね。出してきたね。そしてここでショートカットしようかなと思ったんですけど、ここでいけるね。ショートカットしまして、トゲきたな。多分大丈夫かな。多分ここで、巻き込まれないように注意して OK。 ただ1位でアイテム取って、裏に何本とやからですよね、ですよね的なね。さあ、スーパーで解放して、さあ、最終レース1位で飾りたいんだけどな。ここでしっかり回収して10枚に敷いて、ボム出た、絶対置くよ、絶対置きまーす、ボカーンと。てかさ、まとめて仕留めたかったんだけど、あのワリオの方、マジか、ちょっとミニターボ入んなかった。いや、でも結構差あるし、後ろの方もね、アイテム持っていらっしゃらないので、
まあ、ここは付きでウルトは貯めて、いやここ最後だな、多分赤に引かれなければ、それかねキノコ引かれなければもう大丈夫ということで、1位になったら動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。最後はバナー前投げて引っかかってフィニッシュと。いやこのね最後ね、あの祝福スナイプね意外と気持ちいいんでね。さあトゲ2発目来たけど、マルマルクさんになんか当たってたな。はい、そんな感じで今回はですね、悪い地花ちゃんでレートはまあ最初の頃と比べたらまあ2、30ぐらい上がってんのかな。はい、そんな感じで今日もね最後まで見ていただきありがとうございました。もしねこの動画が面白いと思ってくれましたら、グッドボタン、高評価の方ぜひポチッと押していってください。そしてね僕の実況、僕のことがね好きになってくれましたら、チャンネル登録 ボタンぜひぜひね押してください、お願いします。ということで泣くほどじゃねえよって、嘘泣きするなよって。僕はですね、今年中にチャンネル登録者数ね1万人をね目指して頑張っておりますので、皆様ね、チャンネル登録していただけるととてもとても嬉しいです。ということで、よかったら過去動画も見てみてください。それではカズマルクスでした。おやすみなさい。後でねラグビーゆっくり、ちょっと見ます。おやすみなさい。バイバーイ。